皆さん、こんにちは。今回も前回に引き続き、忌み枝や扶養枝の話をしたいと思います。剪定の実作業においては、忌み枝の種類や名称を覚えることはあまり意味がありません。逆さ枝が交差枝になったり、胴吹枝が平行枝になったりすることもあるわけですから、名称などというものはあまり意味がないのです。便宜上、忌み枝の名称は使いますが、それが何枝であるということはあまり気にせずご覧ください。どういう枝が残っていると気持ちが悪いのか、あるいはどういう枝を抜くとすっきりするのか、そういう感覚的なことを知っていただきたく、実作業の様子を見ていただきたいと思います。例えば、今切っているこの枝は立ち枝のようでもありますが、徒長枝のようでもあります。いわば元徒長枝ということになります。こちらも太い枝になっていますが、立ち枝でもありますが、これも元徒長枝です。今切っているのはレモンの木ですけれども、私が毎年行っているお庭で、どうしてこのような忌み枝が残っているのかというと、柑橘類の場合は徒長枝のような枝にも実がなることがあります。枝先に実がなっていれば徒長枝だと分かっていても、それを落とせないですよね。ですから、その年はその徒長枝を切るのを諦めて実を優先するわけです。その実を取った翌年に、その枝に実がなければ枝を落とせますが、またそこに実がなっていればもう一年枝が落とせないというようなことになってしまいます。そうすると、元徒長枝は切られないまま残ってしまうということになります。ですから、切れるチャンス、要するに実がついていない時にすかさず落とすしかないわけです。このように、忌み枝だから必ず見つけ次第取るということではなく、木の状況に応じてあえて残したりもするわけです。そのことも同時に学んでいただきたいと思います。切ろうと思う枝が細いか太いかということも問題ではありません。不要な枝だと確信できるのならば、太くても切れば良いのです。自信がないのなら、自信がつくまでやめておいてください。例えば、こちらは金木犀ですけれども、交差枝というよりは交差幹という感じの枝です。なかなかこういう思い切ったことはできないとは思いますけれども、根元で交差している幹が将来どうなるかが分かっていれば、今やらなければならないと判断できるはずです。でもこうなっちゃうよってことですもん。そうだよな。忌み枝は何年経っても忌み枝であることは変わりありません。早めに対処することに越したことはありません。株立ち状の木でも交差枝や絡み枝ができてしまう場合は多いです。例えば、日向水木や土佐水木、ジューンベリーなどがそうです。ひこばえのようでもあり、徒長枝のようでもありますが、もはや名称などどうでもよいですね。太くならないうちに早めに対処しましょう。
こういうことは何も大きい木に限ったことではありません。低木や灌木でも同じです。車枝や内向枝があれば整理しなければなりませんし、小さくても忌み枝は忌み枝です。混み合った木に向かうとき、どこからどれを切っていいのかわからないときは、とりあえず確信の持てる忌み枝から抜いていったらどうでしょうか。忌み枝を抜くだけでも結構すっきりするものですよ。最後に、ひさかきの木で忌み枝だけを抜く剪定をご覧いただきます。お時間のある方は見ていってください。木の手入れというと、このように枝先だけをちょんちょん切って、頭だけ丸くなればいいやという人が多いと思いますけれども、本当の手入れとは、木の中に手を入れて忌み枝を抜く作業のことを言います。先ほど忌み枝の名称を覚える必要はないと申しましたが、私のハサミの意味を知ってもらうために一応解説はしていきます。時折教科書にない名称を言いますが、気にしないでください。私が勝手にそう呼んでいる枝です。例えばこの枝は越境枝と私は呼んでいます。向こうの方からこちらの陣地に入り込んできている枝のことです。この辺の作業は普通の切り戻しと切り詰めです。
切り戻し、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 切り詰め、切り詰め、切り詰め。越境枝、元徒長枝の立ち枝、同じく元徒長枝の立ち枝、立ち枝、切り戻し、切り戻し、切り詰め、切り戻し、切り戻し、切り詰め、切り戻し、切り詰め、立ち枝っぽい強い枝を脇枝に切り戻し、切り戻し、切り詰め、切り戻し、内向枝、越境枝、徒長枝、これも徒長枝、切り戻し、切り戻し、切り戻し、広角枝の整理、交差枝、輪郭を整える切り詰め、輪郭を整える
軽い切り戻しと切り詰め、深い切り戻し、少し離れて全体を眺めてみます。木の裏側にも忌み枝はありそうですね。越境枝がありますね。強い枝は弱い脇枝に切り戻します。内向している強い芯を抜きます。交差枝、裏側なのでざっと揃えます。強い枝は深めに切り戻します。これは越境枝かな。これも越境枝かつ
交差枝ですかね。じゃこのツルは残しといた方がいいのかな。ここがぽっかり開いてしまいましたけど、まあ裏だからいいですかね。ここにも交差枝があるんですけれども、どうしましょうかね。これね、今回は寂しくなりすぎるからやめときましょうかね。次回茂っている時にまた切りましょう。今回はこのぐらいにしておきます。ゴミが散らかっていなくて片付けが楽そうでしょ。イミエダや腐葉枝が抜ければそこそこの剪定はできるということがお分かりいただけたと思います。それほど高度な技術ではありません。分かればできることです。ご視聴ありがとうございました。